きい木を切った時のあの迫力がすごく楽しいですね。だいぶいい音が出るんで、もう迫力満点です。サラリーマンを10年勤めてたんですけど、まあ人と仕事してるのも楽しかったんですけど、あの自然の中でやっぱ自然に囲まれた仕事がしたいなって思い立った時にこの林業っていうのを知って、けど最初造園なんかも楽しそうだなと思ってたんですけど、やっぱりもっとこう自然の中で自分と自然の一対一っていうのがすごく魅力があって楽しくはやってます。僕外遊びがもともとすごく好きで、休日なんかは車とかバイクであちこち出かけてキャンプしたり釣りしたりいろいろやってたんですけど、で高知も何度か遊びには来たことがあってて、山と海と川がもう町からすぐ近い、それがすごく魅力的だったのが高知に決めたっていうところですかね。不便だなと思うことも特に何もなく後悔はしてないですね。危険なこともすごく多いですけど、やっぱり先輩とか、まあ、ベテランの職人さんとかもたくさんいますし、怖い人ってほとんどいないんですけど、まあ、危ない時はやっぱ教えてくれたり、あとはそんな中でこういろいろ先輩からこうやったら危ないからっていうのを事前に聞いて、で自分の知識の引き出しっていうのをどんどん増やしていくと、危なくてもやっぱり楽しくは仕事できるかなと思います。ちょっと寒いですけど、やっぱりこの山に囲まれた中で食べる食事っていうのは風もこうやって気持ちいいですし、あとこの川の音ですとか、やっぱ空気も澄んでますからね、とても気持ちいいです。現場入りがだいたい7時半ぐらいになるんですけど、でお昼が11時で、で仕事のしまいがだいたい、まあ今これ取材って仕事してるんですけど、だいたい4時前後にはもう自分の家に向かってるような感じなんですけど、もう4時半くらいには家にいるんで、好きな食事作って食べてもいいですし、結構ギターを弾いたりとか、組合のメンバーでバイク乗ったりですとか、川とか海が近いんでちょっと釣り引こうかなっていうのが結構多いですね。まあ、結構充実した時間を過ごしています。プライベートが充実してくると、やっぱり仕事面でもこのメリハリがついて、すごいそれもやりがいになっていると思います。まずはまだできない仕事もやっぱありますんで、そこを早く覚えたいなっていうのと、結構後輩とかが入ってきてるんですけど、その後輩がやっぱり憧れるような先輩になりたいですね。やってみて後悔した方がいいと思います。ちょっと考えてやってみたいなって思っててんだったら、まずは動いてみる。で動いてみると自然とこう自分の身の回りも変わってくるんで、やっぱそうすると、ああやっぱやっといてよかったなっていうのがありますね。木とかもだいぶ年数経ってきて、そろそろ取ってあげないと、せっかくおじいちゃんたちが植えてくれた木なんで、高齢化社会ですんで、若い人たちがバン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 こうやって林業に興味持ってもらえるとすごく嬉しいです。高知県の山は最高です。